イアン・ラッセル・オーレスは、イングランド出身のミュージシャン。キング・クリムゾンの三代目ドラマーとして知られる。グレーター・マンチェスターのベリー出身。学生時代に、最初のバンド、ザ・ジャガーズを組みドラムを演奏し始めた。プロキャリアの出発は、1964年、地元の若者たちのバンド、ザ・ウォーリアーズへ加入したところまで遡る。このバンドには、後に、 イエスを結成するジョン・アンダー・アッソンも兄と共に在籍していた。ドラマーとしての腕を買われ、バンドに誘われたウォーレスだったが、当初その母が反対していたため、ザ・オリアーズの面々が実家に説得に行ったという。イギリスで1枚シングルを出した後、バンドはドイツに拠点を移し、ドイツやデンマークでライブ活動を行ったが、1967年末に解散。 その後、解散前から共に、ステージで共演していた、ビッグサウンドというバンドからベースとドラムスが抜けたためベースのデビッド・フォスターと共に加入し、スウェーデンやデンマークを巡業。1968年にロンドンへ戻ると、ザ・スリーピーというバンド名義で、シングル3枚分をレコーディングしたが、発売はうち2枚だけであった。この時期セッションミュージシャンとしても、 リトル・リーチャード、サンディ・ショータ多くのアーティストの欧州ツアーのバックでドラマーを務める。60年代末、ボンゾードッグバンド解散直前のツアーに参加したことを契機にメンバーのビビアン・スタンシャルの企画シングルに1970年、ハル・キース・ムーンらと参加。BBC のテレビやラジオ番組にも出演した。 その縁から1970年夏元ボンゾドッグバンドのニール・イネスのバンド、ザ・ワールドに、パーマネントなメンバーとして迎え入れられた。1970年末、プログレッシブロックバンドのキング・クリムゾンが、ゴードン・ハスケルの脱退に伴って、ボーカリストのオーディションを行っていると聞きつけると、これに応募。ボーカリストとしては、不合格となるが、 ドラマーとしての技量をロバート・フリップに見込まれ、3代目のドラマーとしてクリムゾンに加入することになった。かくして、フリップ、ウォーレス、ボズ・バレル、メルコリンズ、ピート・シンフィールドというラインナップによって、クリムゾンのフォースアルバム、アイランズが録音され、1971年12月に発表された。バラエティに飛んだ。 このアルバムの各曲において、ウォーレスは柔軟なスティックさばきを見せ、また、レディース・オブ・ザ・ロードではコーラスにも参加している。これに続いて、A、ドク、米参加国を回るツアーが開始され、このうち米国でのステージの模様が、ライブアルバム、アースバウンドに収録されている。しかし、神秘主義や霊的な世界観にインスピレーションを求め続けるフリップに対し、 他の3人のミュージシャンは米国でソウルやブルースの影響をより強く受け音楽の方向性をめぐって溝を深めていく。そもそもフリップは同ツアーのリハーサル時点から他の3人との意見の相違から一旦解散を宣言していたが契約を盾に取った所属事務所に押し切られる形で4月までのツアー日程を承諾した経緯があった。3人は ツアーの最中もフリップとの関係修復とバンド存続を希望したが受理されず同時期にツアーを行っていたブリティッシュブルースロックの巨頭アレクシスコーナーに接近していったウォーレスは各地でコーナーのステージに臨時参加を続けフリップを悩ませたという1972年ついにクリムゾンは空中分解し3人は揃って コーナーと合流した上で、スネープを結成。翌年には、ファーストアルバム、アクシデンタリー・ボーン・イン・ニュー・オーリンズを発表した。ウォーレスはスネープで2枚のアルバムと、アレクシス・コーナー名義のアルバム1枚に参加後、アルビンリーのカンパニーに参加するも1975年に、脱退。その後は、セッションドラマーとしての性格を再び強め、同年には、 ピーター・フランプトンのバックに参加。1978年には、ボブ・ディランのバンドに招かれ、日本ツアーにも同行した。その演奏は1979年発表のライブアルバム、武道館の中で聴くことができる。ディラン作品としては、同年のスタジオアルバム、ストリート・リーガルにも参加し、その重厚なドラムスタイルで、バンドサウンドを特徴づけたが、 バンドのベーシストロブストーナーのように、これを、まるで警官のようなビートと評し、好まなかったものもいた。70年代以降のセッションも数多く様々な、ジャンルのミュージシャンの作品に参加しており、ライクーダー、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュ、ボニー・レッド、キース・エマー・アソン、ロイ・オービソン、トラベリング・ウィルベリーズ、ジャクソン・ブラウン、エリック・クラプトン、クロスビー、スティルス・アンド・ナッシュ。 ブライアン・イーノ、ティム・バックリー、リンジー・バッキンガム、スティービー・ニックス、ウォーレン・ジボン、スティーブ・マリオット、アル・クーパー、プロコル・ハルム、などといった多彩なミュージシャンとのセッション活動を行い、多くのレコーディングやライブに参加している。1994年にはアメリカで行われた、サッカーのワールドカップ開会式で演奏に参加した。短期間ではあったが、ロサンゼルスで、 元イエスのピーター・バンクスや、元バッジャーのジャッキー・ローマックスらと共に、ザ・ティーバッグスを結成して活動したこともあった。2003年、再び元キング・クリムゾンのドラマーである、マイケル・ジャイルズの後を受ける形で、ニファーストセンチュリースキッゾイドバンドに加入。また、生涯唯一のソロアルバム、ハピネス・ウィズ・ミニマル、サイド・エフェクツを発表した。2005年には、 クリムゾンジャズトリオを結成し、キング・クリムゾン・ソング・ブック・ボリューム1、同ボリューム2をそれぞれリリースしている。こうして新たな活動が軌道に乗り始めた矢先の2006年8月、ウォーレスは食道癌の診断を受け、闘病生活に入る。同じ病気に苦しむ人々を励ます意味もあり、闘病の様子をブログに綴るなどして過ごしていた。手術も成功が伝えられたが、 翌2007年2月に妖怪が悪化、妻に見取られつつ死去した。60歳没。守護は未亡人によって、癌研究の基金が設立されている。シドスミス著書に、掲載のインタビューより、元キング・クリムゾンのヤン・ウォルスが死去 CD ジャーナル。ありがとうございます。